どうもこんにちは。ビールを飲むとやる気が出る男 AMS ジャパンです。今日もよろしくお願いします。はい、今日もね、世界のビール飲んでいきましょう。ちょっとね、ビール冷やしてますね。取ってきます。さあ行くぞ。はい、じゃあ今日飲んでいくビールこちらになります。アサヒスーパードライ、原産国日本、アルコール分 5% になってます。でこちらね、アサヒビールさん、アサヒビールはまあこれが有名ですよね。これが、うん、めちゃくちゃ有名ですよね。ビールのね、国内市場シェア2010年から9年連続で1位と。でこのスーパードライは1987年3月からね、販売開始されて、このビールの登場で日本のね、ビール市場にドライビールというジャンルが定着したと。日本のビールの味を変えた製品とも言われていると。2008年には350ミリリットルの缶に換算して、発売からの累計出荷総数が1000億本を突破したと。2017年3月に発売開始から30周年を迎えたと。そういったビールです。キャッチコピーがね、結構変わるんですけども、まあ今ね、どういったビールってこうまとめると、おそらくですね、洗練されたクリアな味、辛口と言ったビールになってるそうです。はい、じゃあ開けていきましょう。はい、めちゃくちゃうまそうです。そう、ドライは缶ビールだと、ね、よく飲むんですけど、なかなかね、瓶ビールだと飲まないですね。よし、はい、じゃあ今日はですね、日本のビールの味を変えたアサヒのスーパードライ飲んでみたいと思います。いただきます。乾杯。過去の動画で言ったかどうか覚えてないんですけど、僕ね、一番最初に成人して飲んだビールがこれでしたね。スーパードライ。そっからね、ずーっと飲んでましたね。この銀色のやつ。ずーっと飲んでました。うん。多分一番飲んできたビールがこれですね。じゃあ、喉乾いてるんで、二口目いただきます。ちょっと見たら、缶のね、このシールとか、ここにね、瓶のここにこう書いてるんですけど、東京2020オリンピック・パラリンピックオフィシャルビールってなってるんで、これからね、なんかもっともっと飲む機会増えそうですね。あとね、僕最近だとね、このね、この銀の缶見ると、あのカイジとか藤原竜也さんのね、キンキンに冷えてるビール、あのシーンをこう思い出しちゃうんですよ。で僕自身ね、こうビール飲んでね、 YouTube やってる人間なんで、オマージュじゃないけどね、そういったことやってみようかなと思ってたんですけど、この間動画のコメントにちょうどいただきまして、リクエストいただきました。焼き鳥とビールでキンキンのやつやってくださいっていうふうに、ね、言われたんで、喜んでお受けしようかなと思ってます。焼き鳥がないんで、ピリカを貯めます。ピリカを貯めて焼き鳥買ったらね、そのキンキンに冷えたビールと焼き鳥やってやろうと思います。はい、ではラストいただきます。はい、じゃあ最後にね、ランキングなんですけど、このね、ドライはね、ほんとね、日常的なんですよ。もう歯磨きするような感じで飲んでるビールなんで、ちょっとね、飲みすぎてるんで、ちょっとね、ランキングの対象外にしようかなと思ってます。でやっぱ好きですね。美味しいし、うん、迷わずこう買いますね。まあ、いつも買うのはこの缶ビール。系統で言うとこの辺のビールに似た感じです。でもドライがね、美味しくない、苦いって方は、まだこういうね、こう外国のビールの方が僕は飲みやすいと思ってます。苦い感じが薄いんですよ、こっちの方が、うん、っていう感じですね。まあ、中でもね、この中央の3本、この辺僕はね、おすすめしておきます。すっごい飲みやすい、すっげー美味しいっす。
はい、というわけで今日はですね、アサヒスーパードライのね瓶ビール飲んでみました。まあ、とは言っても、まあ、缶ビールばっかり飲んでるんで、こうちょっと瓶ビールはねなんか非日常なんでちょっとね贅沢な感じがしました。じゃあ、ビールね飲んでみたくなったって方いればぜひですねチャンネル登録もよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。それではまたお会いしましょう。バイバイ。